小絆草を摘んできました。とても可愛いですね。これを今日描いてみましょう。それでは描いていきましょう。筆は中筆、面相筆ですね、いつものように。そして色は若葉、線香を黄色ですね。そして古墳、そして円字です。そして薄墨、少々で結構です。それでは若葉に薄墨を混ぜます。ほんの少々で結構です。このように混ぜます。そして3本描こうかと思います。この下の方から たっぷり水つけないとかすれちゃうかもしれません。このようにそしてちょっと交差させましょう。2本、そしてここから にします。そしてこのここからですね、細く面相筆でやりますね。細く1、2、そしてここからもう一本こういうふうに1、2と、そしてここにもこういうふうに1、なんか2本ずつ出ているようです。そしてここから細くこちらにも出るように、そしてここですね、ここからちょっと難しい構図になります。こういう感じに構図を取りまして、そしてこの提灯のような小判ですね、古墳と若葉を少々混ぜて、こういうふうに、そして薄墨も少々混ぜて、この色を作ります。そしてまず向こう側から描いていきます。この先の方にこういうふうに先の方が尖っています。この構図は
覚えれば自由自在になさればよろしいかと思います。このように一をちょっとここ並んじゃいましたけれども、そしてこの若葉を先の方につけまして、この真ん中ですね、真ん中にちょっと強調するようにこういうふうに置きましょう。何気ないことなんですけれども、そして今この小判が乾くまで葉を描きます。とても美しい緑ですので、この若葉色に少々黄色を混ぜます。山吹を混ぜて、この鮮やかな緑にします。そして先ほども言いましたように、このこちらから葉が勢いよくシャーッと出てます。こういうふうに、こういうふうに出てます。そしてこちらからもいますね。そしてこの下からも非常に結構長い葉がこういうふうに出ています。ここは自由自在にこういうふうに伸ばすと本当に草の感じがいたします。ここも下から出ていますよという感じに、このようにします。楽しいですね。そして一枚だけちょっと裏返った葉を描いてみましょう。こういうふうにここまで来ますね。細くします。そしてこちらでこういうふうにします。ここで非常に立体感の中にこの小判がチラチラチラっと見えている様子がわかるかと思います。でここにもこうしておきましょう、はい、そうするうちに乾いてきました。そうしましたら、円字と面相筆で円字と薄墨を混ぜます。濃墨でも結構です。こういう色を作ります。ちょっと黄色も混ぜてもいいかもしれませんね、はい、そうしましたらこの小判ザメの小判のここにケープを着ているようにこういうふうに
ょっとおしゃれですね。みんなこういうふうに可愛らしいケープを着てるんですね。羽織ってるんです。神様はいろんなところに気を使っていらっしゃいますね。どういう小さなお花も、と思うほど、きれいに咲いてますから、細かいところまでよくお気をつけてらっしゃいますね。そして面相筆でですね、この若葉と薄墨を混ぜた色で、ここにこういうふうにちょっと筋を入れてやります。こうしてちょうちんのように、私たちは小さい頃はちょうちんの花と言いました。でも小判層、お金の小判のような形をしているからでしょうね。この葉が上に乗ってるところはお気をつけくださいね。はい、これで綺麗になりましたね。そして輪郭をちょっとさっと撫でて仕上げるともっといいかもしれませんね。こういうふうにいつものようにね、こういうふうに、ちょっとこういうふうにしてあげましょう。これもしてませんね。この面相筆っていうのは本当にいろいろな部分で変化を出せて楽しいですね。こういうふうになりました。ちょっとここに裏返っている葉をちょっとここをこういうふうにしてあげましょう。こういう葉もちょっとこういうふうにしてあげるといいかもしれませんね。そして仕上げとして、葉の甲の非常に尖っておりますので、小判草の葉はね、ここをきちっと
とシューッとしてやりましょう。こちらもシューッと勢いよくしてあげましょう。はい、これで感じができましたね。ちょっと大きく写してみましょうか。こんな感じです。ちょっとこの葉が弱く感じますね。ちょっと全体に見まして、それで濃い葉にしましょう。その方がこの葉とこの、バランスですね。もう一度塗りますね。しっかりとした葉にいたします。これでちょっと取れましたね。はい、いかがでしょうか。楽しいですね。それでは言葉を書きますけれども、中島みゆきさんの糸という歌詞の中からちょっと拝借させていただきます。共に夫婦、それとも兄弟でもいいし、夫婦でも結構です。それとも友人でもいいです。知り合いでも結構です。縦の糸はあなた、横の糸は私。とても素敵ですよね。その言葉をここにちょっと小さく書かせていただきます。あなた、こういうふうにして皆さん人生を織りなしてきたんだと思います。そして、ここに押します。あ、逆さまに押しちゃいましたね。まあ、いいでしょうか。はい、これでいいです。縦の糸はあなた、横の糸は私。このようにして支え合って人生を織りなして参りましょう。はい、今日も黒のボードで引き締めてみました。この若葉が引き立つように、いかがでしょうか。それでは皆さん、今日も本当にありがとうございました。お尋ねくださいまして。これからゴールデンウィーク、いろいろご計画があるでしょうけれども、それぞれお楽しみになってください。私は
お掃除、そして庭の手入れなど、いつも外へ出ないで家の周囲にいろいろと体を使っております。それでは次回もお楽しみにお目にかかりましょう。本当にありがとうございました。お元気でね。